皆様、東映特撮 YouTube チャンネル地球戦隊ファイブマン配信中、今見てくださってますか？今日はですね、いよいよですね、最終話2話のですね、更新日だったんですね。今日は2021年10月8日なんですけども、今日の金曜日をもってですね、最終回2話分ですね、47話、8話の 2話が更新されて、まあ最後の週になったわけです。はい、あのね、僕もね、やっぱりこの辺のね、最後のね、ところ辺はね、ちょっとね、正直ね、当時からあまり見てなくてですね、あの、なんかファイブマンの中の終わるから、もうちょっとこうなんかね、もう気持ち寒、ちょっとこう寂しい感じになってですね、ちょっともう、ちょっとこう、あの、後からも何回もこう最後の辺は見てなかったんですけど、今回ちょっとね、改めてこう見てみましたらですね、やっぱいろんなまた、新たな発見がね、やっぱりあったんですよね。はい。やっぱりね、何度もこれまで DVD とか、やっぱりビデオとかでもね、過去でもやっぱりこう見てたと、見てたつもりだったんですけど、やっぱりこうしてね、また YouTube みたいなこの新しいこういうね、あの配信のこのね、この番組といいますかね、こういうようなものができてですね、ここでですね、毎週やっぱりこう動画配信されるっていうのはですね、またなんか本当に再放送されたみたいな気持ちでですね、本当非常にね、すごく楽しみで、楽しませてもらったんですけどね。この最後のところでですね、47話が、なんだ、鳥獣大脱皮っていうね、あのバルガイアがこう変形していく。いやつですよね。はい。あそこでね、もうどんどんともう、縛りがこうね、最後の死を遂げたりとかですね。まあなかなか壮絶なね、シーンがね、結構あるんですけどね。結構縛りの最後のシーンなんかすごいですよね。子供番組っていうような感じじゃないようなですね、ちょっとこう本当のアクション映画みたいな感じのですね、戦いぶりとですね、やっぱりこう死に方だったのかなっていうふうに僕も改めて思いますし、やっぱりね、上村さん、木八郎さんのですね、やはりアクションとですね、やっぱりお芝居がですね、やっぱり緊迫した雰囲気を出してるんじゃないかなってね、すごく思いましたね。はい。47話。なんですけどね、これね、皆さん、まぁちょっとファイブマンのね、裏話、いつも、楽しみにしてますって、僕のね、コメントで書いてくださったりする方、たくさんおられるんで、ちょっと今日思い出したんですけどね、この47話の中にですね、実はですね、僕たちがですね、ファイブマンのコスチュームですね、お面とですね、衣装を着てですね、やってるシーンがあるんですよ。でね、それね、なんか戦隊のこれまでのなんか伝統で、なんかそういう最後ら辺のところで、その僕たち、その、出品の人間がですね、スーツの中に入ってですね、ちょっとこう動きをするみたいなのは、なんか伝統であったっていうのを当時なんか聞いてたんですよね。で、まあそれでですね、まあその時僕らも例に漏れず、僕らもそういうのをやらせていただきましてですね。まあね、僕覚えてるんですけどね、ね、大藤さん、ね、すごく、顔もちっちゃくてですね、スマートです。スラッとしたね、すんごいこうかっこいい体型じゃないですか。で、その大藤さんの体に合わせたスーツを僕は着なきゃいけないわけですよね。もう体の大きさなんかも全然違うしですね、頭なんか僕らが全然でかいしね。はい。で、それでですね、まあ、スーツはですね、ちょっとこう、なんか伸びるようなね、こうジャージみたいな素材なんで、まあ、なんとかこう、まあ、着れたんですけどね。で、まあ、問題はマスクですよね、あれ。ね、あれね、こう、なんかこう、こういう風になってるやつをこう、こっちとこっちでこうパカッとはめて、で、ここの横のところをなんかこうピンで止めるみたいな、こう、なんかそういう、なんかこう、作りになってるんですけど、ここで僕の顔に合わせてはめてやったら、この辺までもうこんなに開いちゃってるみたいなね、横がね。全然閉まんないみたいな。で、無理やり閉めたら、顎がくんねるになっちゃって。で、もうなんかすごいね、もう演技どころじゃないみたいな状況でですね、どうしても閉まらないから、なんか、途中まで閉めて、なんかそこ、途中、ここの空いてるところをなんか黒のガムテープかなんかでこう止めて、なんかやったっていうね、なんか記憶があるんですけどね。はい。で、まあ、それでですね、その格好をしてですね、まあ、あとみんなですね、あとのメンバーはみんな全員同じ格好してですね、一瞬だけなんですけど、あれですよ、もうコスチューム着てるからわからないと思うんですけど、一瞬だけパッとこう、シーンがあるんですよ。で、それね、ちょっとどことは言わないんで、皆さんね、多分ね、まあ、すごい詳しい方だったらでも絶対わかると思うんですけどね。47話のですね、中にですね、僕たちが一瞬だけその、来て、動いたっていうシーンがあるんで、そこをちょっともう一回、ね、見てね、あと一週間やってますんでね、その後に、もう一回見てもらってですね、そこを探していただいてですね、もしわかったらですね、また、僕のコメントの方欄にコメント欄に書いていただけたらね、また嬉しいと思うんですけど、まあ次の動画でまた種明かしまたしようかなと思いますけど、一応それをね、宿題とさせてください。はい。多分わかるかな。もう、やっぱりね、もう大藤さんとかね、もうあの辺みんなもうすごいじゃないですか。キレキレでね。立ち方も違うしね。やっぱそれだけでも全然雰囲気が違うんで、僕らね、やっぱ慣れてないから。
全然違う。もうそれはね、僕らが見たら、僕は見てすぐ分かったんですけどね。もし皆さんがそれを見て分かったらですね、またあの、ぜひ、言ってみてください。はい。まあそれが、まあ僕のその、まあ47話のまあ思い出というかですね、あの時もなんかもうほとんどやっぱりこう、あの、変身した後の、やっぱりね、ファイマンになってからがやっぱメインなんで、やっぱりそれ僕らはあんまりこう出番というか、その激しい出番がなかったんでね、あんまりこう僕たちのこう思い出っていうのはまあなかったんですけど、まあね、また水木京隆さんとですね、あの、石井恵さんが、憧れのね、石井恵さんがですね、また、改めて出てこられてですね、もうあの時もすごくまた、ね、すごいベテランの方がまたおられたんでね、来られたんでね、すごくもうテンション上がってですね、なんかすごくね、本当にこう力を入れたね、お芝居をね、なんかやったというようなね、覚えもあります。はい、ね、お父さんお母さんってこういうシーンとかですね。ああいうところですね。はい。だからやっぱりあの方、あの二方がね、やっぱおられるとですね、トップシーンもそうですけど、やっぱり全然こう雰囲気が違うんでね。やっぱりそういう意味ではですね、やっぱ大先輩のね、方々の中でですね、やっぱりああいうふうなことをやったっていうことはですね、本当にね、すごくなんかこう良かったなとも思うし、今見てもですね、やっぱり本当に、あの二人がこうおられるから、また番組のあの厚みがですね、グッとこうなんかこうね、熱くなるような感じもするしですね。やっぱり本当にね、役者さんのね、やっぱりない、選択でですね、全然その、ああいうもののですね、色もね、変わってくるんじゃないかな、っていうふうに思いますね。はい。それとですね、最後のはですね、48話、星への旅立ちでしたっけ ?48 話、最終回ですね。これはまあね、本当にもう、まあ最後、まあガロア艦長が、まあ最後、やっぱりガロア艦長が残りましたよね。縛りが、順番は縛りが先で、やっぱりガロア艦長が最後。途中はね、ガロア艦長の方が全然こう、立場が逆転してるみたいなのがありましたけどね、最後ちゃんとやっぱりそこら辺はですね、ちゃんと筋を通した感がちょっとあるなっていうふうに僕も見てて思ってですね、やっぱり初代、最初にいたガロア艦長が最後まで残って、まあ最後、まあやられる、ここ順番に切られてこう、このね、こういう兜みたいなやつで、ね、あれ、順番にこう、切られてですね、死んでいくんですけど。でもね、最後のバルガイアの中でですね、メドウ様が、ね、女の子が入ってた、メドウ様が、女の子、メドウ様にされていた女の子が入ってた、こう、なんか、透明の、棺桶みたいなやつね。あれにこう、自分から入っちゃったみたいな感じになって。ほんで最後、あのまま、あの棺桶の中に入ったまま、バルガイアと爆発しちゃうみたいなね。結構なかなかの死に方だと思いませんでした。ちょっと僕笑ったんですけどね、あれ。本当にあの、引田天功のジェットコースターからの中の脱出みたいな、こうね、そんなようなね、雰囲気のですね、まあ、死に方でですね、ちょっとあれはえぐい感じだったなっていうふうにね、ちょっと思いましたね。まあ、ドンゴロスは最後まで、金つってね、金の延べ棒とかね、こう、やってましたけどね。はい。だからまあ、ちょっとですね、まあ最後、やっぱりこう、ストーリーもですね、当初からちょっと変わって、最後はだいぶはしょってるような感じで、やっぱりこう、最後から3話ぐらいでも、どんどんこう、なんかすごいこう、なんか加速してですね、どんどん敵も死んでいくところもですね、加速して、なんか、すごく、忙しい感じのですね、なんかそんな雰囲気もありましたけどですね。で、まあ、最後の最後にですね、うまくまとめてですね、またシドンの花がですね、最後のね、キーポイントになっているっていうね、そういうところもですね、今回見てね、あ、そうだったっけって僕もちょっと思いました。シドンの花がね、最後、生きてるっていうのをね、今回また見てて、また改めてちょっと、分かったんですけどね。もう、あんま覚えてなかったんですけどね、そこね。はい。だからシドンの花っていうのはですね、ファイマンにとってですね、すごくこう、なんて言いますかね。関係深い花、ね、シドンの花。まあ、実際にある花じゃないんですけどね。はい。白いね。で、小学生、抱っこしてる小学生の男の子も、最初の時にいたね、男の子と女の子をちゃんとまたね、最後戻ってきてですね。ね。なんか、ああいうところもね、なんか、ちゃんと話をまとめてね、いいなっていうふうに思いましたね。はい。だからもう本当にね、ファイブマンはトータルで見てもですね、まあ、自分がね、演じてたからっていうわけでもないんですけども、本当になんかこうね、一歩ちょっと変わったようなね、やっぱりストーリーの良いですね。なんか本当にちょっとこう、変わり種の戦隊だったんじゃないのかなっていうふうに思いますし、はい。まあ、本当途中はですね、あまり評価も良くなかったんですよね、ファイブマン、なぜかね。はい。なんか視聴率が悪いとか、なんか子供番組らしくないとかね、いろいろあったんですけど、でも今こうやって30年経って見てみるとですね、そっちの方がなんかね、なんか感動するもんもありますよね、なんかね。いや、僕は本当にね、そういうふうに思いました。当時見てた時の受けた印象とは全く違う印象を受けて見ることができました。はい。皆さんはどうだったでしょうか？
はい。まあこれでですね、ファインマンもですね、終わってしまってですね、もう来週からちょっとね、もうあんま楽しみがなくなるんですけども、はい。まあまだね、なんか他のなんかなんだっけ、有料チャンネル、Hulu だっけ。で、なんか配信もしてるし、あと、まあ DVD もね、じゃ買っていただけたら一番いいしね。レンタルビデオ伝えるとかになんか、あるんじゃないですかね、ファインマンのね、レンタルね。もしそれよかったらですね。で、まあそれを、まあ借りてもらってですね、パソコンでコピーでもしてですね、はい。まあそれをですね、保管し、まあいつでもね、見れるようにしてですね、ね、いつでもこう思い出して見ていただけたら非常に嬉しいかな、というふうに思います。はい。僕の方の小林良平チャンネルは終わりませんよ。はい。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。